やっぱりですね、そうです、やっぱり穴はでかかった。意外とではなく、はい、かなりでかかった。陽介のパートを今日はこの人が今日持っていっちゃうのかな。まあでも、協力してくれます。オフィスオーガスタの長男坊でございます。紹介したいと思います。山崎正義。山ちゃんでございます。どうも、はい、おそらくシラフでございます。おそらくすごい、すごい人ですね。え、何が？すごい人がいっぱい。人が？何を今まであのずっと楽屋落ちだったわけです。あ、そう、寂しかった、ね、寂しい思いを、はあ、寂しがりなさんな公の。いや、すいません。じゃあここでこうなんかちょっとほら、こんなにもええ、まばらにありがとうございます。なかなかあのないでしょ、こういう扱いされちゃうの。 まばらな感じで。いやいや、案外ですねアウェイな感じが、うん、僕は好きです。こういう気持ちにこう久しく忘れてました。やはりですね、必要ですよ。アウェイな感じで、みんな今日はありがとうございます。まあ本当に山ちゃんファンもいると思いますけれども、今日はコイルの10周年なので。そうですね、彼もやっぱりこう出しゃばらないようにとなんか自分で言ってたらしくて、わ、別にいいのに、いつも通り。いやいや、そんな、え、やっぱりですね、うん、ある程度そういうわきまえとかないと。大人ですね。まあなんぼなんでもね、うん、アラフォーですからね。そうだ、アラサーですね。アラサーです違いますよ、ミドルサーですか。案外知ってはいるんですね、情報は。ですね、アウェイでも情報は行き渡っとるわけですよねえなんだよね。いや、いいじゃないですか。あ、じゃあせっかくあの告知タイムで始まっちゃったんで、まあもう別にいいって言ってたけど、まあ振っときますね。山ちゃん、こうプロモーションタイム、どうぞ。12月10日ハート・オブ・ウィンター発売。コメントか、以上。よし、そうですね、今言えることはこれぐらいです。そうですね、皆さんもぜひぜひ。ライブは来年でっかいのが控えてるそうなのでね。なんかもうなんかね、いろいろと私の意に反しどんどんと物事というのはこう決まっていくような世の中ですよ。前倒しで、来てますか前倒しですか。よろしくお願いしますよ。ありがとうございます。山ちゃんですね。いや、じゃあこれから一緒にやるわけですけれども、本来だったら本当プロモーションで忙しかったり、前倒しでやらなきゃいけないことがいっぱいいっぱいある時期なんですけど、今日は本当にお手伝い、本当にもう光栄です。僕この歌もっと本当大好きなんで、なんですかね、いつも陽介の代わりに僕がやりたいなってずっと思ってた。そうなんですよ。山ちゃん家で飲んでる時が去年ぐらいから、ちかおちゃんのトリビュート、ごめんね話長くなっちゃって、ちかおちゃんのトリビュートで何やんのさださんみたいな話とかいろいろやって、なんだっけ、その時山ちゃん、その時トリビュートじゃなくて、カバーアルバムいろいろ作るってんで、いろんな洋楽邦楽取り入れていろいろ聴いてたんだけど、さだまさしさんのなんか曲もいろいろ聴いてるらしくて、親父の一番長い夜、日とかで長い日みたいな、長い日みたいなって、それをさだまさよしで今度二人でカバーしようか、そうっていう、そう、ひらがなで、でもタイトルが違うんだよね。そう、タイトルは鹿尾の一番長い日というすんごい長い曲なんですよ、プログレかっちゅうぐらいのね。ここぞとばかりにこう歌い合ってね。そうそうそう、1時間ぐらいやってたよね。ずっとやってたすごかった、もうすごい、トラブルなんて目じゃないぐらい長かったね、何章まである、ね、すごい長い1日だね、しかもちゃんとね、本当に長いなって、その曲は結局去年できなかったんでね。できなかったんですよ、ね、そうなんですよね、さすがにね、うん、長すぎるやん、長すぎるんです。オーガスタキャンプも長いですけど、その上それやったらもう長いわ、はい、そういう感じでね、もしかしたら、山崎定義じゃなくて佐田正義か
ひらがなでね、はい、そういう感じでやるかもしれないんで、よろしくお願いします。世界を変えたい。